を探してはなりません。前途になすとあるべき青春の島、二度と生まれぬ命を何で責めたのか。まして母まで秀の道連れにするとは狂気の沙汰だ。この沙汰の公園には死体は残らず消えた。切手の上でを止めた。あなたは拙者は東国富久派の総本座、東州乙黒の大法寺に寄宿する府家の一で、もはや天下に逃れるところもない我々親子、たとえこの場を持ち延びましても、後の転用を取れることは無用。いかなる大罪を犯す者といえど、ひとたび府家の山門に逃れるときは寺社奉行の十点、道中の威厳をもってするも、何を打つことはかなわぬおきてき。あとは敵者が仕掛ける。この山陰をもって、すぐさま行使。急がれ、青梅街道は大菩薩の頂きの声、高齢市から帯名のふもと寺。あげるか。